いきましょうか。えーとですね、今回は。ビ、えーと、B、キャスカードの。ビーキャスカード、ミニビーキャスカードの、えー、っとですね。変換アダプターですね。えー、っと、まあ、これアマギフですけども、アマギフをこういうふうに。こんな感じですね。 かってうううとどうしようこれでい,いか、まあ、ここにこうミニ B キャスを置いてでこれも重なるようにしてでこれをこのカードをコピーしますでコピーしてでそのコピーしたやつをこっちに貼り付けてでそれでカッターでひたすらガーッて1時間ぐらいやるんだけども <laughs> めちゃくちゃ時間かかりましたねまあまあ使い方はね人それぞれいいって ねあるでししょうしこのミニ B キャスをこう、ね、B キャスカードにさせるしあね人それぞれだけどねまあこれアマギフのカードね使いましたけども結構ねこれ分厚いんだよねこれめっちゃ時間かかった1時間ぐらいかな で、これ、逆もできるんだよね。例えば、この B キャスカードの、この、要は、この、な,なんていうんだろう。この通りに、こう、これをさ、こう、カッターで切っていったら、これ、ミニ B キャスカードだろうでね。えー、っと、B キャスの、えー、B キャスカードアダプター、アダプターね。 アダプターと、まあ、こっちは別にーキャスカードであれですけど、もしミニーキャスが足りない人はこれ、これを、ね、カッターで切って、ミニーキャスも作れるよっていうことですね。それでは以上です。終わります。